東京大学公共政策大学院の羽深です。この動画では新たなガバナンス手法として近年注目を集めているアジャイルガバナンスの考え方についてざっくりと解説していきます。まずはアジャイルとガバナンスという2つの言葉の意味について考えてみたいと思います。アジャイルというのは素早い、機敏なといった意味の言葉です。ソフトウェア開発の文脈でアジャイル開発というのは最初から大きなシステムを作るのではなく小さなシステムの実装とテストを短期間で繰り返して開発を進めていく手法のことを言います。次にガバナンスというのは直訳すると統治あるいは治めることという意味です。しかしこれだけでは一体誰が何をどのような目的で治めるのかが分かりません。そこでこの点についてもう少し具体的に見ていきましょう。ガバナンスとは我々の生活においてどのような文脈で使われるでしょうか。言葉として近いのはガバメント、すなわち政府です。政府はその名の通り国や地方を治めて社会をより良くしていく役割を担っています。またコーポレートガバナンスという言葉も頻繁に使われます。これは会社が株主をはじめとする関係者の立場を踏まえた上で適切な意思決定を行うための仕組みです。実はガバナンスとはこのように組織がトップダウンで行うものだけに限りません。例えば市場というのは人々が自発的な取引を重ねていくことで均衡状態が達成され参加者の満足が得られるようなガバナンスの仕組みです。また取引関係ではなく相互依存関係や信頼関係に基づいて参加者の目的が達成されるネットワーク型のガバナンスも存在します。これらの意味を総合するとガバナンスとは大まかに言えば社会をより良くするためのルールや制度の設計または運用であると言えます。それではガバナンスによって目指す良い社会とは何でしょうか。これについて日本政府は2016年にソサイティ 5.0 という概念を打ち出しました。ソサイティ 5.0 とはサイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムによって経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会と定義されています。少し長いですね。そこで単純化するとソサイティ 5.0 とはデジタル技術によるイノベーションを通じて人々の幸福や自由を実現する社会と言えるかと思います。それではなぜソサイティ 5.0 を実現するためのイノベーションにガバナンスが必要なのでしょうか。イノベーションとはこれまでにない画期的な方法で新たな価値を生み出すことを言います。歴史的には鉄道、電気、電話、インターネットなどが、最近ではスマートフォン、クラウド、AI といった例が挙げられます。さて世の中には様々なルールや制度があるわけですが、イノベーティブな技術やビジネスモデルは既存のルールや制度の想定の範囲外にあるので、ルールや制度を変えなければせっかくのイノベーションを社会に実装できないことになってしまいます。つまりイノベーションを社会に実装するためには技術開発だけでなく適切なルールや制度を新たに構築することが必要になってきます。イノベーションが成功するかどうかはそれに合わせた適切なガバナンスが実装されるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。それではなぜガバナンスがアジャイル、すなわち迅速で素早いものである必要があるのでしょうか。そこには大きく分けて2つの理由があると考えられます。第一に、イノベーションの速度が年々上がっていることです。昨今我々の生活にとって不可欠となっているスマートフォンやクラウドサービス、ブロックチェーンなどの技術は実は社会に登場してからまだ20年も経っていません。また新型コロナウイルスの拡散によってデジタルの分野ではより多くのイノベーションが生まれました。膨大なデータやそれを解析する技術、そしてバーチャルな実験空間の登場などによってイノベーションの速度はこれからもどんどん加速していくことが予想されます。第二に、ガバナンスの目的がどんどん複雑化、多様化していることです。我々が単に目先の経済的利益だけを追求していれば良い時代は終わりました。昨今では SDGs、 多様性、インクルージョン、公平性、そしてプライバシーといったさまざまな価値の重要性が指摘され、政府のみならず企業や我々一人一人がこうした価値を追求していくことが求められるようになっています。このように絶え間なく生じるイノベーションを通じて社会で多様な目的を達成していくためには常にルールや制度をアップデートしていく必要があります。
これがアジャイルガバナンスの考え方です。それではアジャイルガバナンスを実現していくために何が必要なのでしょうか。伝統的にガバナンスの中心を担ってきたのは国家や政府でした。そこでは国に全ての情報が集まり、それに基づいて国が最も適切なルール設計やモニタリングをできるという前提が置かれていたように思います。しかしイノベーションが加速し価値観が多様化した現在においては、国の定める硬直的なルールや制度では社会の変化に追いつくことができません。そこで我々はこうした垂直的なガバナンスモデルではなく、より水平的なガバナンスモデルを目指すべきであると考えられます。それではその水平的なガバナンスモデルとはどういうものでしょうか。第一に、企業や政府、個人といったさまざまな主体が他人任せではなく、自らの責任で適切にガバナンスをしていくことが求められます。第二に、各自が実践しているガバナンスを外部から評価できることが重要です。そのため、政府や企業といったガバナンスの主体が、それぞれどのような目的を達成するために、どのようなルールを作り、その結果として目的が達成されているかどうかということを透明性を持って説明することが求められます。第3に、各ステークホルダーが実践しているガバナンスを組み合わせて、社会全体として最適に機能するように、ガバナンス相互の関係をコーディネートすることが必要になります。つまり、どこからどこまでを国が法律で定めて、どこからどこまでを企業の自主的な取り組みに任せ、どこからどこまでを個人が評価できるようにするべきか、といった全体的なガバナンスの構造を社会全体で決めていく必要があります。このような全体像の設計は、ガバナンス・オブ・ガバナンスと呼ばれています。それではアジャイルガバナンスを実践するために各ステークホルダーはどのような役割を果たすべきでしょうか。まずアジャイルガバナンスのキープレイヤーとなるのは企業です。イノベーションを起こす企業こそがそのリスクや利益について最もよく知っているため、イノベーションに関するルール作りやモニタリングをリードするべきだと考えられます。企業はお上から言われたルールや制度を守るだけの存在ではなく、むしろそれらは主体的に設計していくべきなのです。次に、政府は従来のようにルールや制度を一方的に決める存在ではなく、むしろ多くのステークホルダーが集まって最適なルールや制度を作れるように議論の場を設定したり、そうした議論が円滑に進むようなインセンティブを与えたりするファシリテーターとしての役割を求められるようになります。その上で個人やコミュニティはこれまでのように一方的に法律によって守られるような弱い存在ではなく、むしろ積極的に世の中に価値観を発信していき、政府や企業によるガバナンスを評価していく役割を果たすようになるでしょう。そしてこうしたステークホルダー間での対話を常に続けていくことこそがアジャイルなガバナンスを実現するために不可欠となるのです。それでは次に、それぞれの主体がどのようなガバナンスを行うべきかについて見てみます。ここに表示しているのは一般的な PDCA サイクルです。システムをデザインし、運用し、評価して、問題があればシステムをアップデートするというものです。しかし、変化が早く価値観も多様化する現代社会においては、こうした PDCA サイクルを回すだけでは不十分です。なぜなら、ガバナンスシステムの前提となる社会の状況や達成したいゴールが常に変化しているからです。そのため、PDCA サイクルの外側で常に社会の環境やリスク、そして実現したいゴールについて見直しを行い、アップデートしていくという外側のサイクルを同時に回していくことが必要になります。もう一つの重要な要素として、各主体が外部に対する透明性やアカウンタビリティを確保していくことが重要になります。これが二重サイクルの右下にある透明性アカウンタビリティという矢印です。そして各主体がこうしたサイクルを回しながら、社会全体でイノベーションと様々な価値のバランスをとっていくモデルがアジャイルガバナンスモデルと呼ばれているものです。その全体像のイメージはこの図のようになります。縦軸には様々なステークホルダーと機能を、そして横軸には多様な製品やサービスの分野を示しています。この図のように社会の至るところでステークホルダーが協力しながらアジャイルなサイクルを回していくことがアジャイルガバナンスの理想形です。それでは最後に、アジャイルガバナンスが社会で回っていくようにするためにどのような制度改革が必要かについて簡単に紹介したいと思います。まず、企業自身が積極的にガバナンスをリードできるようにするためには、言われたことを守るというだけではなく、自ら何を守るべきかについて考え、それを説明するという意味でのコンプライアン、言い直しますという意味でのコンプライ&エクスプレインという姿勢が求められるようになります。
このような取り組みが社会から適切に評価されるように、国としては情報開示制度を充実させることや、どういうことを考慮べきかを示すコンプライアンスガイドラインなどを作っていくことが必要になるでしょう。また、企業制裁制度についても、何か問題が起きたら処罰するというのではなく、適切にガバナンスがされていた場合には処罰が免除されるといったような仕組みを導入することも重要です。次に、国が定める法規制については、企業の自主的な取り組みを尊重するために、細かい取り組みを書き込むのではなく、最終的に達成されるべき成果について記述するようなゴールベースにしていくことが重要だと考えられます。その上で、ゴールの達成をサポートするような標準やガイドラインを作っていくことも必要です。さらに、実証実験に基づき法規制を見直す規制のサンドボックスなどの制度も積極的に活用していくことが重要になるでしょう。その上で、我々一人一人がガバナンスに参加できるために、デジタル技術を使って意見を集約するシステムを導入することや、裁判とは異なる迅速かつ低価格な紛争解決サービスを整備していることなどが考えられます。以上のようなアジャイルガバナンスの全体像については、経済産業省からガバナンスイノベーションというタイトルのレポートが出ています。また、世界経済フォーラムや OECD からも関連する報告書や勧告が出ていますので、詳細を知りたい方はぜひご参照いただければと思います。本日ご紹介したアジャイルガバナンスはあくまでも抽象的な枠組みです。実際の場面では、どのようなイノベーションについて、どのようなステークホルダーがどのような価値を実現したいのかということを踏まえて、これらをうまくバランスするためのルールや制度を作っていくことが必要です。そして、一旦できたルールや制度については、絶えず評価し、更新していくことが求められます。こうした取り組みができる社会こそが、本当の意味でイノベーティブで幸せな社会なのだと思います。以上、ざっくり解説、アジャイルガバナンスでした。ご視聴いただきましてありがとうございました。